やあみんな、恐竜の住む世界にようこそ。恐竜は大昔の地球のヒーローだよ。ティラノサウルスはとても大きくて力強く、どんな相手にも立ち向かう勇者だ。トリケラトプスは3本の角で仲間を守り、一緒に遊ぶのが大好きな優しい友達なんだ。そしてステゴサウルスは尻尾のトゲを武器に冒険を楽しむんだよ。恐竜たちはみんな違って、それが彼らの魅力なんだ。そんな恐竜たちの戦いがもうすぐ始まるよ。肉食恐竜同士の激しい戦いや、小さい恐竜が爪や牙を使って自分より体が大きい恐竜を倒すところも見れるよ。かっこよく戦う恐竜たちをみんなで応援しよう。どっちの恐竜が戦いに勝つか予想してみてね。戦いが始まるその前に、このチャンネルでは恐竜たちが戦う動画をどんどん作って投稿しているよ。動画を見逃さないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。いいねを押すと、もっといろんな恐竜に会えるようになるよ。ちなみに、この動画のどこかにスイカを食べている恐竜がかくれんぼしているよ。もし見つけたら教えてね。それでは戦いを一緒に見に行こう。恐竜の大激突バトルだ。今回はアンキロサウルスとスピノサウルスの対決だ。君はどっちが勝つと思う？早速戦いを見てみよう。正解した君、おめでとう。他の恐竜も対決するみたいだ。次の戦いを見に行こう。この恐竜の名前なんだ。正解は、ティラノサウルス。わかったかな？恐竜の大激突バトルだ。今回はプテラノドンとトリケラトプスの対決だ。君はどっちが勝つと思う？早速戦いを見てみよう。おめでとう。他の恐竜も対決するみたいだ。次の戦いを見に行こう。恐竜の大激突バトルだ。今回はブラキオサウルスとアロサウルスの対決だ。君はどっちが勝つと思う？早速戦いを見てみよう。
おめでとう。他の恐竜も対決するみたいだ。次の戦いを見に行こう。この恐竜の名前なんだ。正解はステゴサウルス。わかったかな。恐竜の大激突バトルだ。今回はステゴサウルスとパラサウロロプスの対決だ。君はどっちが勝つと思う？早速戦いを見てみよう。
他の恐竜も対決するみたいだ。次の戦いを見に行こう。戦う恐竜の動画を最後まで見てくれてありがとう。みんなはどの恐竜が戦いに勝つか分かったかな？何度もこの動画を見ていると、恐竜の名前や特徴を覚えて、恐竜のことにどんどん詳しくなれるよ。動画が楽しかったみんなはこの動画をもう一度見てみよう。次はどっちの恐竜が勝つか全部正解できるよ。これからも大きい恐竜や強い恐竜のかっこいい戦いの動画をどんどん作って投稿していくよ。この動画が楽しかったみんなはいいねボタンを押して、次の楽しい動画を見逃さないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。ところでスイカを食べている恐竜がどこに隠れているかわかったかな？わからなかった君はこの動画をもう一度最初から見て、スイカを食べている恐竜を見つけてみよう。次はきっと見つかるはずだ。それでは次の動画でまた会おう。はぐくみアニメーションでは戦う恐竜の動画を日曜日から金曜日までの夕方5時50分に投稿しています。概要欄に過去に公開した恐竜の戦う動画のリンクを貼っているので、ぜひ見てください。そして、毎週土曜日、朝8時に恐竜バトルの総集編が公開されるよう、動画の配信を見逃さないように、チャンネル登録をお願いします。また見てね。